はい、こんにちは。ですね、動画を見てくれている友達から、オンリーアップっていうゲームをやってみてよっていうことをちょっと言われて、さっきやってみようとしたら、私のパソコンのスペックが低すぎて、めちゃめちゃカクカクになったんですよ。無理のカクカクさんにどんなゲームかもわかんなかったんで、ちょっと調べて、いろいろ、低スペックでもできそうな設定に変えてみました。なので、もうちょっとやってみようかな。今ね、夜中の12時半なんですけど、30分くらいやってみようかなって思います。で、これ、コントローラーじゃなくて、キーボードとマウスでやるみたいなんだよね。私、すごいそういうゲーム慣れてなくて、この WASD っていうので動かすらしい。スプリント、ダッシュがシフトで、スペースがジャンプ。で、コントロールでしゃがむ。この辺はちょっとわかんないです。で、セーブができないらしいので、もう遊び始めたら遊ぶしかない。クリアするしかないみたいです。よし。ローディングが完了した。グラフィックをね、最低にしてるので、普通に動かすことができ Oh, そ don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. 英語わか I らんの wonder よ。what awaits us there. 英 The 語がわ unknown から is ないんで frightening. す。英語がわからないよ。スタートはここらしいんだよね。でもなんかさっきね、エレベーターみたいな 怖っ。絶対ここスラム街だよね。オンリーアップとはいえさ、どう上がっていく？あ、こういうところを歩いてけみたいなことなのかな？ここ？ジャンプ。ああ、無理無理無理。ジャンプで、こういうことかな。あ、結構なんか人間らしい動きす Well, るんだね。let's go. あ The journey of 10,000 っ、落ちるじ steps ゃん。begins with the first step. 無理無理無理。どういうこと？こう。さっきね、なんかエレベーターみたいなの。あちょっと待って。むずすぎんか。なんか、エレベーター見つけたの？エレベーターで上の方行けたんだよ。ちょっとそっち行こう。この人何してるの？ゴミ拾い？そんなわけないよね。この動き煽ってるよね。どう見ても。やばいよー。でもさっきね、すごかったの、カクカクして、ゲームどころじゃないっていう動きだったんだよ。それがかなり、マシです。めっちゃ動いてる。すごい肩こりそう、これ。こういうとことかからもいけるのかな。難しいね、キーボードとマウス。基本的にはさ、マウスで視点を動かして、その方向に前に進んでいくことしか。そう、これエレベーター。さっきこれに乗って、なんか、飛び出しちゃったりして 怖かった。これでなんか到着すると、なんか穏やかな音楽が。あ、そうそう、これこれこれ。なんだろうね、この音楽。で、それで、怖い怖い。で、この上にちょっとさ、登りたい。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。うまいよ。Sometimes it's hard to なに choose なthe になに right なに、path, 英but 語わ don't か be らない。afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. すっごい肩こりそう。進んでます、進んでます。It's very hard to make a ちょっと待っ choice て when you ね。don't know where it will lead. これを、こうやって登るじゃん。で、ここ歩くの無理ゲー？でも道だよね、一応これ。
大丈夫これ。なんかさ、しゃがみながら行った方が安全とかそういうのあるかな。おお、少年、少年頑張れ。怖い、めちゃくちゃ怖いんだけど。待って、これ、これ乗っていいやつ？乗っていいやつでした。ああ、怖いよ。しゃがんで？怖いから。なんか天気悪くなってない？天気の悪さとかそういうのは大丈夫。いやちょっと体勢変えないでよ。怖いよ。カメラの視点変えると体の動きも変わるんだ。ちょっと待って。待って。まっすぐ行かないとやばいって。そういう感じ。ダメだ。右手が釣りそう。これで、ああ、いいじゃん。ジャンプしてる。ちょっとずつ行ってください。危ないんで。あ、そんな感じ。いいじゃん。ちょっとダメだね。そう。そんな感じ。お、天気が良くなってきた。ああ、なんか、待って。変なジャンプしないで。曲がり角に差し掛か、曲がり角に差し掛かって、ちゃんとさ、カメラを多分適切に、ああ、怖い。本当に怖い。適切に動かせば、多分正しい方へ進んでくれるはず。さて、ああ、怖い。マウス、下手に動かすとこの人方向転換するから。こんなにゆっくり進む人いる？あ、怖い。待って。でもさ、急いだら落ちちゃうもん。これ坂道とか大丈夫？坂だけど。下見たら心臓が終わる。怖い。え、でもいいんじゃない？私もっと自分できないと思ったよ。さっき、あー！ちょっと待って！おかしい。おかしいよ。立ってるところが。私ね、さっきね、もっとね、ひどかったの。カクカクしすぎだったからっていうのもあるんだけど、とんでもない下手さで、これで、マウスを、こう、するじゃん。待って、今ね、この少年の背中の、ああ、怖いよ。背中の顔をすごい見てる。あ、待って。何してるの？体勢変えないで勝手に。許可してない。怖い。あ、待って。帰りたい。もう帰りたいと言ってる。この人も。しかもなんかさ、全く音楽とかないんだけど大丈夫？だんだん高くなってきたよ。しかもこれさ、セーブがないってどういうことなんだろうね。人生って感じ。あ、待って、怖い。待って、定期的にマウスの位置を変えないと、待って、あれ、登れるのかな？あ、待って、あ、やば。余計な動きしちゃダメだから。これ、まず立ち上がるじゃん？いけた。え、ちょっと。これさ、降りて平気なのかな？なんか、謎に自分の足が釣りそうなんだけど。足にすごい力、あー待って怖い！大きい声出しちゃダメだから、今夜中だから。静かにして。しゃがみながら進んでく。あんまこれ下見ると怖いね。ちゃんとこれ前見てさ。この男の子はさ、一体何なんだろうね。スチームのゲーム説明欄、あんまちゃんと見てないんだけど、なんか、スラム街から抜け出してどうのこうのみたいに書いてあったから、多分、あそこはスラム街で合ってるんだと思うんだよ。それにしてもさ、ほら、私は日本を出たことがないものですから、
スラム街って本当にこんな感じなのかなとかって思うじゃん。え、こんなに高いとここの子登れる？ちょ危ないから本当に。え、ダメじゃん。どうすんの？登れないよ。え？ここに登れなきゃ終わりじゃない？え、どうすんだろう。ちょっと下がっていくとか？無理。わかんない。どうしたらいいんだろう。待って、ボタンさえ動かさなければここから歩き出すことはないもんね。え、なんか日が昇ったり夜になったりするんだ。はぁ。え、ここ行き止まりですか？違う方に行かなきゃいけないのかな？それとも行くジャンプ、スプリントダッシュみたいなこととかするのかな？そういう、すなわち死なんだけど。あっ！やめてこの音楽。人生とはみたいな気持ちになるじゃん。ねえ、しかも道に迷った。ここどこ？そして音楽が消えていくんだよな。Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. なんか人がいる。あ、子供と親ですね。なんかさ、あ、あれオンリーアップって書いてある。どこが、あ、なんかアート、アートだね、すごいね。街並みめちゃくちゃ見入っちゃうな。これパソコンのスペックさえ良ければもうフルグラフィックできっとできるんだろうに。高いゲーミングパソコン欲しいな。立ったか立ったか。え、あのエレベーターから上がる以外の方法全然わかんなくて。あ、こういうとこから上がれたりするんかね。この、はしごみたいな。これ、登れる？よいしょ。あー、ダメか。これに向かって歩いていっても、ダメなんだ。これじゃあ違うってこと？おー、でも木とか登ってる。マジか。え、なんかどこが登れてどこが登れないかが、いまいち、え、汚っ。汚いよ。こんなとこでさ、どうやって生活するの？なんか指さしてね。あっちだよ、みたいな。どうしたの？すごい楽しそうじゃん。めちゃくちゃ楽しそうだけど、全く動いてない、浪人業感が怖いね。あ、ここも、なんか、上がれる場所？あ、この先は見えない壁があっていけない。いかにも登れそうなのに。登れないんだね。登れる場所、この向こう側とかは？いけないんだ。へえ。行けるとこ行けないとこ。意外と行けるとこが狭い。あんま画面ぐるぐるしたら見てる人が気持ち悪くなりそう。やっぱりエレベーターから行くしかないのかな。でもさっきの場所でさ、絶対行き詰まるじゃん。どうすんのかな。とりあえずまた乗ってみましたけど。違う道から行ってみようかな。でもどこからでもきっと本当は行けるんだろうな。私がちょっと、タッピーなだけで。で、この音楽何なんだろうね。煽ってきてる。まずは、ここに乗って、あ、なんかさ、トイレある。え？あの女性は大丈夫そう？
え、トイレ汚い。Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. 本当に汚い。なんかさ、本当にスラム街ってこういう感じなの？知ってる人いますか？なんか私はマジで日本生まれ日本育ちで何もわからんままやってます。あ、さっきこっち左側行ったよね。で、じゃあ今度は右行ってみようか。よじ登ります。よいしょよいしょ。早速よじ登りポイントがこれくらいなら。で、ちょっと、いや、やめてジャンプとか。怖いからしゃがむじゃん。で、おーおーおー、調子に乗らない、調子に乗らない。え、早速終わってない道。大丈夫かな？これ、引きずってる足がやられそうだけど。え、あ、ここ降りてって、こっちに行く感じ。あ、でも、これはこれで。あれれれれ？道がわからないぞ。つながってなくても行けるのかな？あ、あの辺に行ければいいのかな？ちょっと行ってみようか。おお！思ったよりジャンプするのやめてくれるかな？あ、ここからさ、あっちとかにジャンプできたりする？おお！怖い！無事着地しました。無理じゃん。なんだこの難しさ。アクションどころ、アクションが下手なのに加えてキーマウ操作が下手っていうのも相まって進めませんよ、全く。とりあえずこのエレベーターには乗るよ。But don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. このエレベーターに乗るのが通常ルートかどうかわからないんですけど、乗ってます。なんだろうこの音楽。で、さっき行った道なんか微妙だったね。これだ。これでじゃあ。お手の物ですよ、もう走るのとか。Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. この先に行ったじゃん、多分。こっち、あれ？どっち行ったんだっけな？忘れちゃった。これやっぱさ、しゃがんでた方が安心な動きする気がする。なんとなくね。頑張れ。ちょっとずつね。うわ、しゃがんで。スラム街から抜け出してとかって言うけど、物理的に抜け出す感じなんだね。上へ上へと。ああ、怖いよ。怖いよ、怖いよ。大丈夫、大丈夫。これなんかさ、高所恐怖症の人とか無理だと思うな。私、そこまでそれは普通だけど、それでもさ、怖いもん下見ると、少年の背中だけを見続けてる。あー怖い。あー怖い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 。このゲーム二度と起動しない気がするな。怖い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 。だってさ、セーブできないんでしょ？今日もじゃあ最初からですみたいな感じになっちゃうじゃんね。そんな気力ないよ。スリルが欲しい時にやるのかな。来い。よいしょよいしょ。そーっと行って。もうちょっとさ、安心できる道とかないのかな。よいしょ。あー、怖いよ。立ち上がっちゃった。よいしょ。うー、怖い。よいしょ。あー、登れるんだ。運動神経いい。運動神経いいし、怖いもの知らずすぎる。
なんかさっきみたいにさ、ちょっと遠いところにジャンプするみたいなのは上級者向けっぽいよね。あれ？道あります？道あります？これ大丈夫ですか？すごい右肩がやばい。あ、これ本当に大丈夫かな？そーっと降りるとか、なん、怖い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 、うわ、生きてる。自分生きてます。怖いよ。待って、こっちは道がない。こっちに行くしかない感じだね。行きましょう。いや、どこまでやったら切り上げようかな。なんかちょっとやるぞって気になってきてるよ。ちょっと少年の未来がかかってるからね。そーっとマウス動かすじゃん。もうね、 W しか押せないんです。全身の W。 なんかさっきもこの道来たような、なんかもう似た道が多すぎてさ。よいしょ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 。おお、プロっぽくなかった今。落ちる落ちる落ちる。調子乗ってたら落ちるから。なんかさ、もうちょっとさ、生活音だけでもいいから、音くれないかな。音、変な集中力が高まってさ、アドレナリンが大爆発しそうだよ。こっちかな。あれ、どう見てもおかしくない？道の形が。あ、登れるんだ。ナイス。ちょっと押さなきゃダメ？あー、怖い。しゃがんで。待てね。道がわかんない。どっち？右側かな？右に行ってもなんか怪しい道しかないけど、右に行くしかないな。まっすぐ行っても道なくなってる感じする。あるのかな？いろんなパターンで行けそうだけど、と、立ち上がって、オッケー。ぐって登る。待って、本当に。すごい喉乾いてきた。うまい。うまくなってる。これ実際に高度が上がってるかとかってわかんないのかな。そういうのはわかんない。なんか怖い。ああ。多分ね、筋肉痛になる。マジ。ほんとそれくらいの。あ、待って、怖い。待って。騒がないで、夜中なんだから。怖いよ。なんだこのねじれたパイプ。普通のパイプにしろ。やばい。本当に怖い。待って、ここで、多分このままだと、ジャンプできない。鼻かゆい。から、立ち上がるじゃん。そして、ジャンプしながら前。九死に一生を得た。怖いよ。これなんか、落ちてくさなかにもう、つかまれるんだ、パイプにね。足踏み外したらそこで終わりってわけじゃなく、どこかに引っかかることができれば、この、類まれなる身体能力の少年ならば、あるいは生き残れるかもねっていうこと？これ、どっち？こっちだっけ？あれ？道なくない？道なくないですか？あっちに降りる？うわーみたいな。ああ、行けたじゃん。
なんか行けるかなって思って行けたけど、この先はどうかな。登ります。怖いか、しゃがんで。しゃがんだ方がやっぱさ、駆け抜けていっちゃう心配が少ない気がするな。なんかちょっと勢いづかないような。あー、本当に怖い。これアクションが得意な人はどれくらいサクサクいけるものなんだろうね。これで登れるかな？よいしょ。あ、これさっき来たとこじゃない？違うか。うわっ。あー、登れた、登れた。よいしょと、登れた。しゃがんで。怖いから。どこ行けばいいんだ？次はどこ？次はどこだ？この上に登った方が良さそう。どうやって行くんだろう。どっから行ける？こっち？なんか確かめに行くことすら怖いよね。あっちなのかな。でもさ、ここからジャンプしていけるものかな。あっち側にさ、試しに飛んでみるか。あ、飛びすぎ。飛べそうだね。あんなに勢いつけなくても飛ぶんだね。パイプ2個分くらいならね。なんて難しいんでしょうか。ちょっとさ、エレベーター説明されてる感じがするな。このエレベータールートじゃなくてさ、この一番最初のスタートはここだよっていうところから行ってみようかな。エレベータールートもしかして難しいルートではとかってちょっと思った。いやでもこっちの方がどう考えても難しい気がするけどね。なんか狭いじゃん、道が。よいしょ。こういうところを歩いて、ちょっとしゃがもうよ。危ないから。だからこういうとこがさ、ちょっとしたチュートリアルなのかもしれない。 I remember as a child, my parents helped me to walk along the fence. I felt their support. なんか、If I fall, my parents will catch me.、ね、But now I'm alone and no one will catch me. 英語がわからないな。 Does it mean to be an adult?しゃがんでるとこ結構安心するよ。なんか今ラグったね。あ、わかった。しゃがむじゃなくてさ、こう、多分マウスを、押した状態だと、ゆっくり進むわ。これが正しいやり方かな。あ、なんかちょっとずつ登ってきたじゃん。で、持って、次はどこに行けばいいのかな？上に行く道が分かりにくい。うわ、そこ、穴なの？穴なんですか？こっち行けないんですか？行けないの？なんで？どう見ても行けるじゃん。じゃあ、こっち？もう、これで少年の冒険はおしまいですか？全然、出られなくなってしまった。こっから飛び出すこともできない。あ、飛び出すことはできた。あ、でもこれでは最初じゃんね。
はあ。あ、マウスボタンを、左ボタンを押すと、なんか、ゆっくり歩きになる。押しっぱにしなくても。で、もう一回押すと、ちょっと駆け足気味になるね。そんなことを今知るのでした。広いとこ移動するときはこれでいいね。え、難しい。ここから行ったのに難しかった。わー。登っていけるのかな？もうあのパイプの上には、なんか線路みたいのが広がってるね。あそこが一応ステージなんだろうな。エレベーターはやっぱちょっと最速ルート、最速っていうか時短ルートみたいな感じなのかな。でも私のような。アクション下手の民はさ、こっから行った方が、あ、いや、難しいです。難しすぎる。しかも少年の顔が見えない。どうやったって。へえ、こんな難しいゲームをさ、やってるの？今流行ってるの？信じられないよ。これを動画にしていいのかわからないくらい、へっぽこな動きなんだけど。なんかでも、やってていいならもうちょっとやりたい気もする。この、スタートラインからのルートからさ、行けるならさ、行ってみたいじゃん。ああ、落ちちゃった、落ちちゃった。挟まっちゃって落ちちゃった。こういうところからの救済措置はないのか。すごい厳しい世界だな。人生だからか。ちょっと、時間も遅いから、ちょっとここまでにしようかな。あまりにも難しいっていうことが分かったけど、なんかシュールでちょっと面白いかもしれない。もっと上手だったらな、すごい楽しいかもしんないな。最初の動画ひどかったんだよね。あれはさすがに動画にできないけど。カクカクすぎて話にならなかった。私は全然上まで行けそうもありませんです。ごめんよ、少年。じゃあ、寝ようかなー。おやすみなさーい。